今回のサノテレはご覧の内容でお送りします。6月は土砂災害防止月間です。今回は危機管理課平賀さんにこの時期起こりやすい災害や避難場所などについてお伺いします。さあ平賀さん、はい、近年は異常な集中豪雨や長雨などで土砂災害が数多く発生しています。ただ一言に土砂災害といってもいろんな種類があるんですよね。そうですね、土砂災害といってもですね、大きく3つに分かれます。1つは土石流、2つ目が崖崩れ、3つ目が地滑りです。まず土石流ですが、急な渓谷を水を含んだ大量の土砂、礫が津波のように流れ下るもので山津波とも呼ばれています。流れの先端部に大きな礫があることが多く、その流れの速さは時速20から40キロメートルという速度で一瞬のうちに人家や田畑を壊滅させてしまいます。次に崖崩れです。雨で地面に染み込んだ水分が土の抵抗力を弱め、斜面が急に崩れ落ちることです。また崩れ落ちる速度も速く、地震が原因で起こることもあり、人家の近くで起こると死者の出る悲惨な災害となります。次に地滑りです。粘土質など滑りやすい土質を境目に、その上部の地面が動き出してゆっくり滑り落ちることです。崖崩れに似ていますが、傾斜の緩い斜面でも発生し、ゆっくりと継続的に滑ることもあります。また発生規模も広範囲にわたります。それぞれ兆候というものをいろいろ書いてますが、これにつきましては市のハザードマップに具体的に書いてありますので、それを見ていただければいいと思います。先ほどハザードマップという言葉が出ましたけれども、そのハザードマップはどういったところで入手すればいいんでしょうか。またその見方を教えていただければと思います。はい、ハザードマップはですね、インターネット等を使用しまして、泉佐野市のホームページに防災情報というのがあります。その中を細部見ていただくと、ハザードマップ等というのが載っておりますので、その中で見ることができます。また市においてもそのハザードマップを、これは文書で置いております。どちらでも見ることができます。ハザードマップの中にはですね、指定避難所の位置や、あるいは津波等ですね、被害が受ける地区、さらには大雨等でですね、浸水するような可能性のあるところを色分けで記載しておりますので、そういうところを例を見ながらですね、確認していただければいいかなというふうに思います。そのハザードマップ以外に何か情報を得る手段というのはあるんでしょうか。6月の司法にも載せているんですが、インターネット等で使えるメールアドレスとか QR コード、これを読み取っていただきまして、そこから防災情報を見ることができます。そちらの内容というのはどういったものなんでしょうか。例えば大雨警報、あるいは台風等の情報、要するに気象庁からの情報ですね。あるいは府とか市から出すですね、避難指示、そういう情報を見ることができます。はい、ちょうど先ほど避難指示という言葉が出ましたけれども、最近避難勧告が廃止になったというニュースがありまして、これはどういうことなんでしょうか。そうですね、実は災害対策基本法が今年の4月に改正になりまして、そしてそれがですね、5月の20日に施行ということで大きく変わるようになりました。この左側の警戒レベルの4、以前は避難指示、避難勧告というふうになっておりましたが、今は避難指示の一つに表現で統一されています。実は以前避難指示あるいは避難勧告を出した時にですね、どちらがどういう意味なのかよくわからないと、あるいは避難勧告の時にまだ時間があるだろうから避難しなくていいだろうというふうな解釈されるって問題がありましたので、もう避難指示という言葉に一つに統一して、しかも避難指示が出た場合には住民は一斉に避難をするということで、この表現に統一しました。また警戒レベルの3、高齢者等避難でありますが、以前は避難準備、高齢者等避難開始という非常に長い表現になっておりましたが、新たな避難情報としては、高齢者等避難で危険な場所から避難しましょうということでですね、このような表現になっております。最後にですね、警戒レベルの5、
以前は災害発生情報というふうになっておりましたが、新たに緊急安全確保という表現に変わりました。これはすでに安全な避難ができず命が危険な状況です。警戒レベル5、緊急安全確保の発令を待ってはいけません。即避難してください。今回は6月の土砂災害防止月間にちなんでお話を伺いしましたが、これから台風も増えてきますよね。災害全般に関して市民の皆さんへメッセージがあればお願いします。はい、私の方からは市民の方々にですね、次の3つの事項を述べたいと思います。1つ目はですね、災害が発生する前、常日頃ですね、ハザードマップ等をですねよく見て、自分の家の近くの指定避難所等がどこにあるかというのをまず確認していただきたい。そして自分の家からその避難所に行く避難経路ですね、そこを実際に歩いていただいて、そして先ほどお話ししました崖崩れ等ですね、土砂災害等に遭わないような安全な経路を日頃からよく把握していただきたいと、またそういうところを避けるようにしていただきたいというのがまず第一点。それから2つ目は、実際に台風とか大雨が近づいてきたときですね、積極的にインターネットや携帯やテレビ等を見てですね、情報をですね入手してほしいというふうに思っております。それによってですね、どういう危険が自分に近づいてきているのかということが知ることができると思います。そして3つ目としてはですね、その情報を得てですね、なるべく早くですね避難していただきたいなというふうに思います。過去の災害を見ても避難する時期が遅れて非常に悲惨な状況が起こっておりますので、情報を得たならば早め早めに避難する、この3つをですね言いたいと思います。オーバーだと思わずに本当に早めに行動するということが大切ということですね。そうですね、はい、平川さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。佐野テレ、佐野テレ6月前半号、特集日本遺産の取り組みでもご紹介した泉佐野日本遺産お土産コンペ、これは泉佐野市で事業を営んでいる企業や個人事業主を対象に3つの日本遺産をテーマとしたお土産アイデア作品を募集するという内容のものでした。今回その中から5作品が優秀賞として選ばれましたので、シリーズでご紹介していきます。さあ、最初にご紹介するのはさのぽで散歩のコーナー、第1回にも登場していただいたスイーツのお店、パティスリー&スリールさんです。まずはお土産コンペ、はい、優秀賞おめでとうございます。ありがとうございます。こちらが選ばれた商品ということなんですけれども、はい、そうです、はい、どういったネーミングなんですか。一応こちらがですね、佐野カルタクッキーというふうにネーミングをさせていただいております。この商品のコンセプトはどういったものなんですか。はい、そうですね、こちらのコンセプトはですね、泉佐野にある日本遺産の風景をですねモチーフにしまして、パッケージングから、味の構成まで全てさせていただきました。もともと違う名前だったということなんですね。そうですね、コンテストに応募したときは佐野町物語という名前だったんですけども、当日の審査員様のお声とかですね、周りの声を参考にですね、子どもたちにも親しんでいただけるものって何だろうかっていうのをもう一度考えてほしいということをですね、ネーミングの方をですね、昔から遊び道具であるカルタをモチーフにさせていただいて、それを名前に佐野カルタクッキーというふうに改名させていただきました。その中で僕がちょっと以前から温めてた米ぬかを使おうと思って今回作らせていただきました。クッキーも試食させていただいたんですけれども、はい、すごいまず香りがすごいいい香りがして、そうですね、はい、はい、で中がね、なんていうかいろんな穀物の味がして、うんうんうん、こうその時噛んだ食材によって、うん、こうココナッツの味がしたり、そうですね、こうナッツの味がしたり、はい、食べ応えもね、なんかすごくザクッと、うんうん、そうですね、なんかこう今のこう今風というか現代の食べ物にちょっとこう近いものがあるのかなっていうふうに思ってまして、うん、まあ、体にもね心にも優しいお菓子に仕上がったんではないかなと思っております。メインの食材は、はい、米ぬかということなんですね。そうですね、こちらは米ぬかっていうところをメインで今回作らせていただきまして、本来ならば扇で昨年採れたお米を使う予定だったんですけども、害虫被害に遭いましてですね、仕方なく違うところの米ぬかを使って今回は作ってるんですけども、今年ですねちょうど6月5日以降にですね田植えが始まって秋頃に収穫されたお米で、
初めてこのお菓子が完成するんじゃないかなというふうに強く望んでおります。なるほど、もうその食材が入るといよいよもともとのコンセプトの、そうですね、コンセプト通りのものが完成ということになりますね、はい、米ぬかのクッキーってもうそもそも初めて私食べたんですけど、はい、すごく合いますよね。こう米ぬかの風味がすごく、なんか洋菓子とこうマッチするイメージがあまりなかったんですけど、はい、僕も今回作らせていただく中で米ぬかって食べてもいいんだよということをまず農家さんからお伺いしまして、じゃあちょっとチャレンジしてみるということでクッキーに仕上げさせていただきました。この商品のターゲットとしてはどういった方をイメージしていらっしゃいますか？そうですね、やっぱり地元の方にもたくさん食べてもらいたいんですけども、手土産で持って行っていただくとかですね、あとはまたそのインバウンドが戻ってきた時に外国の方がお土産で自分の国に持って帰ってもらえたりしたら嬉しいなと思います。ちなみにパッケージイメージがこちらですね。はい、そうですね、日本遺産ということなので日本のこう特有の柄をちょっとモチーフにさせていただきました。はい、クッキーもねこうデザインされ て, そうですね、ど真ん中にどんと置かせていただきまして、お米のね、はい、米ぬかのお米のイラストが入ってということで、で中身がこちらということなんですけれども、はい、この先ほどもお話しいただいたカルタ風ということ で,、はい、そうですね、他にこのサッシがつくんですよね。中がちょうどそのカルタに必要な読み札というものになっておりまして、はい、開けていただくと泉佐野の中心に地図がございまして、両端に読み札、いろはにほへとちりぬるおまでの読み札を僕たちで考えさせていただきまして使わせていただいております。読み札の中身も、はい、そうですね、文字もちょっと五七五にまとめ上げて作らせていただきました、はい、そしてこの読み札のページを1枚閉じると、はい、こうコンセプトに通じるような内容が書かれているんですけれども、そうですね、説明っぽくなってしまうんですけども、そのやっぱりクッキー作った上での思いというほどのものを書かせていただいております。この今回の佐野カルタクッキーを通じて、はい、どういったことを伝えていきたいと思っていらっしゃいますか？そうですね、たくさんの人に食べていただいて、読み札クッキー食べ終わった後にですね、遊んでいただくことももちろんなんですけども、日本遺産せっかくたくさんこの泉佐野にはございますので、読み札手札を持ってですね、あそこの日本遺産に行ってみようというふうに町の人も外の人もなってくれたらなと思います。この佐野カルタクッキーはパティスリーアンスリールさんで購入できるということで、はい、はい、そうです。またそのパティスリーアンスリールさんの商品は、はい、テイクアウト泉佐野でも購入いただけるということなんですね。そうですね、そちらのサイトの方からでもご覧いただくことができますので、使っていただけたらなと思います、はい、ぜひご家庭でお楽しみください。テイクアウト泉佐野をご利用ください。佐野テレ。成人式をはじめとする各種式典、またコンサートやイベント、展示会など多くの市民の方が訪れるここエブの泉の森ホール、泉佐野市が誇るこの一大施設をご紹介したいと思います。さて父さん、はい、こちらの施設正式名称は泉佐野市立文化会館ということで、はい、ネーミングライツで今のエブの泉の森ホールという名称になったんですけれども、はい、いつ頃からある施設なんでしょうか？はい、こちらの施設は1996年、平成で言いますと8年の5月にオープンいたしました。泉佐野市の文化の集約施設としてこちらの方をオープンしまして、大ホール、小ホールの劇場系をはじめ多目的に使っていただける会場、または会議室等も備えております大型の複合施設となっております。まずは地下1階にやってきました。この辺りは普段一般の方は入れないエリアかと思うんですけれども、はい、どういった施設があるんですか？はい、こちらの方は、大ホール、小ホールの楽屋周りになっております、大ホールの楽屋の方で第一楽屋から第六楽屋まで、全部で6楽屋ございまして、特に第五楽屋につきましては、大きな楽屋になっておりますので二分割でもご利用できます、非常に使い勝手のいい楽屋と、考えております。あ、ここはこう足音とかこう喋り声がすごく音が吸収されているというか、ご覧の通り、壁にリンプルついておりますので、かなりの音を集音してくれる、形になっております。こちらは大練習室といいまして、主な利用としましてはバンドの練習やあと、合唱や、舞踊の練習でよく使われております。エントランスに入るとやっぱりここはすごく天井が高くて声も響くし、すごく開放感ありますよね。そうですよね。ご覧の通りかなり外からの明かりを取り入れている作りになってますんで、開放感あふれた、広場になっているかと思います。
そしてエントランス抜けるとこの大ホール、メインホールという看板が見えてくるんですが、はい、右手にだんじり、ライトアップして展示されてるんですね。まあ、劇場で、ね、こういうところにだんじりを飾っているのは、非常に珍しいところかなとも思います。そして中に入りますと、まずフォアイエのスペースですね、はい、クラシックコンサートだとウェルカムコンサートというか、あ、そうですね、本番前、開演前にちょっと演奏があったりもしますよね、はい、おっしゃる通りで、この広いスペースを活かしまして、まあ、なかなかね、開演前、皆さんちょっと時間を持て余すことがあるかと思うんで、こういうところでちょっとした、はい、コンサートを企画したりとかも、やっております。そしてここはいよいよホールの入り口ですね。はい、メインホールの大ホールになります。こちら大ホールは座席数で言いますと、1376席ございます、はい、そのうち車椅子席が、6席分となっております。やっぱりこうやって見るともう空っぽのホールってなかなか見ることもないので。そうですね、はい、普段はね、何かしら人が立ってたり装置がついてたりで、うん、こんなに広かったんだなっていうのを改めて、でまた声がちょっと自分のこの声が響いて聞こえますよね。あ、そうですね、この劇場は音響にも、かなり力が入っておりまして、大阪市内にあります、フェスティバルホールや、シンフォニーホールですね、そういうところと比べても、負けないほどの、音響効果をもたらしている施設になっております。この大ホールのステージ、まあ、このホール自体どういったコンセプトなんですか？はい、こちらの方はプロセミアム形式という形の劇場でして、用途としては多目的にどのような、イベントにも対応できるような作りになっております。ですのでこちらの方ではロックなどのコンサートやクラシック音楽のコンサート、またはミュージカルやオペラといろんな公演にも対応できるような作りになっておりますので、さまざまな形で、皆様にもご利用いただける施設になっております。私たちが立っているこの場所もオーケストラピットになるんですよね。そうです。普段はこのように客席として使っておるんですが、フルオーケストラのコンサート時には、この客席を、全て取り外した状態で、舞台面まで持ち上げて、オーケストラの演奏面に、ご利用いただけるような作りになっております。さあ続いては小ホールですね。はい、こちらの方は座席数が457席ございます。うち3席が車椅子対応となっております。こちらの小ホールは、シューボックス型の劇場となっておりまして、ホールの舞台と客席が、一体型となった非常に、音響効果の高い会場となっております。こう客席とステージが一体感のあるようなそんな雰囲気ですね。そうですね、まさしく距離の方もこのように舞台とお客席の方が非常に短く取られておりますし、角度の方も非常に見やすい形になっておるかと思いますので、確かにお客様と演者の方の一体感という意味では非常に見やすい、劇場になっておると思います。こちらはどういった利用が多いですか？はい、やはりこちら室内楽専用ホールになっておりますので、ピアノ発表会であったり、声楽のコンサートであったり、そのようなコンサートが多いんですが、カラオケの発表会があったり、ダンスの発表会、もしくは日本舞踊ですね、そういう踊りの会などもご利用いただける多目的な使い方のできる、施設となっております。でこちらがギャラリーということで、はい、以前絵手紙コンクールの展示もここで行われてましたよね。そうですね、はい、こちらギャラリーは広さ198平米ありまして、絵画や書道、写真、彫刻、陶器などのあらゆる展示会や衣料販売にご利用いただけます。またスライド式の可動パネルとスポットライトでフレキシブルな空間演出も可能になっております。そしてここがマルチスペース、はい、結構広いですよね。そうですね、ご覧の通り、下にバレエマットを敷いておりますので、バレエの練習であったり、もしくは音楽のコンサート、または小さな演劇であれば、十分こちらの方で公演できる、名前の通りマルチに、ご利用できる施設になっております。もともとはこちら裏の方で大ホールの楽屋の方とつながっておりまして、はい、本来の目的は大ホールで、公演を行う方々の公演までの、リハーサルであったり、ちょっとした体を動かす練習場であったりで作られた施設であるんですが、それではちょっともったいないということで、今の形になりまして、マルチスペースという名前通りの、利用目的の施設になっております。そしてこちらが2階ですね。はい、そうです。今見えておりますのが、2階スペースで一番広い会場となっておりますレセプションホールでございます。こちらレセプションホールの会場は広さは321平米となりまして、パーティーや結婚式の二次会、
同窓会、コンサートなど多彩な用途にてご使用いただけます。また研修会など人数や目的によっては二分割使用も可能です。その他2階には理事会や役員会、面接などに適した豪華でグレード感あふれる特別会議室や人数に応じた大・中・小会議室もございます。また着付けやお食事会などが楽しめる和室、4畳半の本格的な茶室もご用意しております。また来場者の食事処としまして1階にレストランも設けております。ご案内しましたレセプションホールの飲食につきましてもレストランの方でご用意させていただけますので、どうぞご利用くださいませ。ちなみにこちらの頻繁に利用される方のために友の会というのもあるということなんですよね。はい、ございます。この友の会についてですが、エブの泉の森ホールのオープン時からある会員組織です。入会金500円、年会費1000円でご入会いただけます。一般会員では、公演チケットの優先予約や割引、ホテルや食事どころの割引などの特典がございます。また、会員の中でサポートスタッフを募集しており、主催公演などでチケットもぎりやフロント業務をお手伝いいただいております。運が良ければお目当てのアーティストを間近で見られる機会があるかもしれません。現在はコロナ禍で皆様にお楽しみいただけるような公演をなかなか実施できない状況ではございますが、そういう工夫を凝らしながらさまざまな文化事業を発信できるようスタッフ一同頑張ってまいりますので、今後ともエブの泉の森ホールをどうぞよろしくお願いいたします。父さん、今日はありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。佐野テレレイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野で開催されている春季企画展絵図を読む。過去から現代へ、私たちの郷土泉佐野がたどった姿を貴重な絵図を通し振り返ってみたいと思います。今回山の境と海の境をテーマにしているというのは、両方ともですね、そのやっぱ村同士の争いで争点になることが多いんですね。で、今回紹介する絵図のうち1点は片桐勝元ということで、豊臣秀頼時代にですね、採掘が出た絵図なんですけども、日根の村と上の郷ですね、この2つの村が山の中に境があると共に主張して論争になったという経緯を持つ絵図ですね。はい、豊臣秀吉の時代というのはですね、山の開発が非常に進むんですね。というのも京都に大仏作ったりすると、あるいは船を作る、朝鮮に行くということで、するのにこうちょっと山奉行っていうのを置いて山のこう開発、木を切り出していくんですね。で、おそらくこの日根野と上の郷の境にあった山も多分こう切り株だらけ、木を切ってしまってその跡地になってたと思うんですね。で、そうなると当時の村の人たちっていうのは木だったりこうなんか自然に目印を作って見てたわけですから、分からんようになったんですね、おそらく。で、この結果どうなったかというと、山の中でですね、勝手に入って木切ったやろとかっていうので揉めます。で、この争いの結果どうなったかっていうのは紆余曲折があるんですけど、最終的にはこの豊臣秀頼の後継人になった片桐勝元がですね、直々に裁決して、ここからここまではあんたの村やでという形で、決着させた。で、その時に作った絵図がこれだと。なるほど、これもう決まった後の絵図です。この左側、絵図左下にはですね、丸い痕跡がいっぱいあると思います。はい、これは各村を指します。で、その隣真ん中に黒い線が引いてるんですが、これが両境、ひらがなで坂日って書いて坂井って言うんですけども、ありますね。これが日根野と上の郷の村の境ですよね。面白いのはですね、この両境の左下のところにですね、野口という村が2つあるんですけども、それぞれにありますね。ですよね。これおそらく豊臣秀吉が大功検知した結果、野口村が2つに分かれちゃったんだと思うんですね。これそういった意味ではこの絵図、たまたまこの川筋だとか村の境で揉めた結果作ったものなんですけど、江戸時代以前のその村の開発の様子とか、あるいは当時の人たちが何をもって村の境を決めてたのかというのは、こういう絵図から分かるなということですね。続いて海の方をちょっと見ていきたいと思います。はい、昨今ですね、日本遺産ですごく話題になっているあの飯の毛が登場します。はい、見ていただくとですね、ちょこちょこっと人名が書いてあるんですね。ありますね。エモンザとか、ジベエって出てくるんですね。ジベエっていうのはカラガネの人です。
で、その隣にあるエモンザ、ジロベエっていうのは、この2名っていうのは基本的にカラガネ木の当主を指します。続いてこっちの赤矢印がついているところ、次郎左衛門とか吉左衛門ってありますね、はい、これは何かっていうと飯の家の当主を指します、うん、つまりまあこの佐野浦絵図を見る限り、どうやらカラガネと飯野の両当主は、これ絵図の範囲はですね、今の柏生寺から羽倉を通って佐野村までの浜川を指すんですけども、その辺りにこう大量に土地を買うて開発していってるんですね。おそらく佐野村は川と川に挟まれた辺りを一区画として考えてるんですね。なるほど、うん、だから柏生寺から野手墓地までの間を4分割して、その4分割した土地をそれぞれ、まあ、買い手があるなら買い手が、あるいは貸し手があるなら貸し手がお金をかけて開発してたんだろうというのがよくわかります。まあ、今回紹介した2点の絵図、山と海ですけども、この絵図はこの絵図で砂浜の開発状況がよくわかる貴重な絵図ですし、先ほどの片桐勝元の資料に関して言えば、あの中世末期の佐野村の境界、上野郷と日根野がどこまでだったのかっていうのも今ではわからないわけですから、そういった資料をまあ今回紹介できたかなというふうに思ってます。次回は第4章ということで、近代の絵図の方をちょっと紹介して終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。佐野テレ。佐野テレインフォメーション。6月23日から29日は男女共同参画週間です。令和3年度内閣府が定めた男女共同参画週間のキャッチフレーズは、女だから男だからではなく私だからの時代へ。男女共同参画社会とは、性別にとらわれることなくそれぞれの個性や能力を発揮できる社会のことです。男女共同参画社会づくりのためには、仕事と生活の調和、ワークライフバランスの実現が不可欠です。誰もが子育てや介護が必要な時期など、個人の置かれた状況に応じて多様で柔軟な働き方が選択でき、しかも公正な処遇を確保されていることが大切なことです。この習慣を機に、皆さんも自身のワークライフバランスについて考えてみませんか。詳しくは人権推進課へお問い合わせください。犬を散歩させるとき、ほとんどの飼い主の人は糞を持ち帰っていますが、中にはそのまま路上に放置したり、回収した糞の袋をよその生ゴミ置き場に放置したりして、周辺の人には大変な迷惑となっています。糞を持ち帰るのは飼い主の責任です。また糞の放置はポイ捨てと同じく泉佐野市環境美化推進条例で禁止されており、違反者には過料が課されることがあります。必ず自宅まで持ち帰るようにしましょう。また野良猫の糞尿や鳴き声は周辺の人には大変苦痛です。みだりに餌やりを行うのはやめましょう。犬や猫などのペットの糞は古新聞などで包んだ後、ビニール袋に入れて商用であれば可燃ごみとして処理できます。週2回の可燃ごみの日に必ずご自宅の生ごみと一緒に市指定袋に入れて出してください。マナーを守り、皆さんの協力で清潔な街を作りましょう。詳しくは環境衛生課へお問い合わせください。国が全国に設置する無料の経営相談所、よろず支援拠点との連携事業として、中小企業診断士などの専門スタッフによる経営相談を実施します。業種を問わず、経営上のあらゆる悩みの解決に向けてお手伝いをします。何度でも利用できますので、気軽に相談してください。相談日と時間はご覧の通りです。場所は南海泉佐野駅すぐのところにある泉佐野市消費生活センター内の会議室。新型コロナウイルス感染症により、対面での相談から電話での相談に変更となる場合があります。詳しくは申し込み時にお知らせします。相談期間は大阪府よろず支援拠点。申し込み問い合わせ先は、希望する相談日の前日までに町の活性化まで。相談は無料です。それでは次回も佐野テレでお会いしましょう。さようなら。